ベレンガルは中世西欧のローマ皇帝。イタリア王としては、ベレンガーリオ一世。本来は、フリウーリー編脅迫。カロリング朝、イタリア王国の領土支配をかけた戦いで最も、重要なイタリア出身の領主で、中世の無秩序時代の主人公の一人。後のイタリア王ベレンガーリオ二世は外孫。彼の死で、定位は、夫を一世即位まで40年近く途絶えた。 ベレンガーリオは、フリウーリー編教博エーバーハルトと、フランク王ルートビヒ一世の娘ギーゼラとの子であり、874年のニー・ウンルオハホ三世の死により、偏境博位を継承した。それと共に、スラブ人の襲撃からの帝国の東方防衛のために与えられた軍事力を燃えることとなった。ローマ皇帝カール三世は、相次ぐ親族の死により東フランク王、 西フランク王及びイタリア王位を一手に収めていた。しかし887年、オイアルヌルフと東フランクの貴族がフランクフルト帝国議会においてカール3世を排位し、これらの位は空位となった。イタリアにおいてはフランク王国の主要な領地を管理していた有力諸公たちが王位を争うことになった。すなわちフリウーリー編協白 トスカーナ編境博、カメリーノ編境博、スポレートコーラであり、後に、イブレーア編境博もこれに加わった。フリウーリー編教博ベレンガーリオは母、ギリゼーラが、フランク王女であることから、イタリア王位継承の権利を主張した。888年、ベレンガーリオは当時イタリア王国の首都とされていた、パビアで行われた諸行及び、 司教の特別議会において自身をカール3世の後継者として認めさせることに成功した。スポレート公グイード2世もまた女系を通して王位を主張していた。グイードははじめは西フランク王位を主張し、ベレンガーリオとの間で西フランク王位とイタリア王位を分け合う合意をしていた。しかし西フランクではグイードを退け、ロベール家のウードを王として選んだ。これにより、 グイードは889年にイタリアに戻った。そして、ベレンガーリオとの以前の合意を破り、イタリア王位を称して、ベレンガーリオに対抗した。トレッピア側の戦いで、ベレンガーリオは壊滅的な敗北を喫し、グイードはパビアで行われた死教会議において、イタリア王に選ばれた。しかし、ベレンガーリオは性別されたイタリア王位は、波紋によってのみ無効となるとし、 正式に単位することはなかった。891年には、グイードは強行に強要して、自らを皇帝に退官させた。このことは後に、東フランク王アルヌルフが、イタリア王位をめぐる争いに介入する、きっかけの一つとなった。それでも、スポレートとベレンガリオの時代に、フリウーリの中心であったベローナとは、距離的に隔たりがあり、彼は、半島の北部を、 独立して統治することができた。893年に再び、グイードと対峙した時には、アペニン山脈北側において、自身の力を明らかに回復させていた。ベレンガーリオの求めに応じ、東フランク王アルヌルフは、イタリアへ行き、パビアの議会で新たなイタリア王を選ぶことを決めた。ベレンガーリオは、アルヌルフに忠誠を誓い、王の名のもとに、半島の統治権を手に入れた。 896年、アルヌルフは、ローマで、教皇フォルモススの手により、皇帝として退官され、グイードの子で、対立皇帝のランベルト・ダ・スポレートと対峙することとなった。しかし、アルヌルフは、スポレートへ移動の途中、リュウマチにより、ケルンテンに戻ってしまった。ランベルトは、自身の力が彼の直接の領土にのみ及んで、いるだけであったため、ベレンガーリオと和解した。 898年にランベルトが死去し、アルヌルフがマジャール人の襲撃にかかりきりの間に、ベレンガーリオはイタリア王に選出され、王位についた。899年、イタリアはマジャール人による最初の襲撃に見舞われた。彼らはパダーノの定地で破壊を繰り返しながら、アルプスを越えてきた。ベレンガーリオはマジャール人に対使軍を動かすことを決めたが、彼は、 ブレンタ側で敗北を喫し、高額の身の白金を支払わされることになった。この敗北は、ベレンガーリオが半島を外敵から守ることができないことを示すこととなり、ベレンガーリオは家臣及び、政敵の目からは王として不適格であると移った。899年のアルヌルフの死により、皇帝位は再び空位となり、トスカーナ編境博アダルベルト2世と、 教皇ベネディクトゥス4世は、プロヴァンス王類3世を皇帝位につけようと格索した。このイタリアの混乱で、ベレンガーリオは敗北し、プロヴァンス王類3世は900年のパビアでの議会で王に選ばれ、901年に教皇から皇帝に退官された。902年ベレンガーリオはマジャール人傭兵からなる軍を強化し、再び新皇帝類3世と対峙し、 勝利を収め、ルイ三世をプロヴァンスに追い返した。905年、ルイ三世は再び、イタリアに戻り、ベレンガーリオと対決したがベレンガーリオは、再び勝利し、ルイ三世をベローナに遊兵した。ルイ三世は、失明させられ、プロヴァンスに再び戻された上、皇帝位を廃位され、プロヴァンス王国もアルルハク、遊具の手に渡ることとなった。その結果、ベレンガーリオは、 イタリア王位を守ることができた。ベレンガーリオは、権力や、領土の安定を図り、イブレーア編教博アダルベルト1世と娘、ギーゼラを結婚させることで、イブレーアと和解した。現実のところ彼の権力は、イタリア北部にのみ影響を及ぼしたに過ぎず、中央イタリアの有力な編教博である、トスカーナ編教博アダルベルト2世やスポレート公アルベリーコ1世は、 独立した統治を行っていた。彼は教皇により与えられる皇帝位を望むことができなかった。しかし皇帝位へのチャンスは教皇ヨハネス十世により与えられた。ローマの町を脅かしていたガリリアーノ側近くのイスラム教徒たちを追い出すために教皇は軍事的支援をベレンガーリオに求め代わりに皇帝位を授けることを約束したのである。 カリラーノの戦いにおいてベレンガーリオは勝利し、915年12月、ベレンガーリオはローマに行き皇帝として退官され、諸皇から忠誠の誓いを受けた。平和な時代は922年に終わった。イブレや辺境白などが、ブルグン島ルドルフ2世をイタリア王位につけようと陰謀を企てたのである。このイタリアの混乱の中、ルドルフ2世は王に選ばれ、 フィオレンツオーラ・ダルが近くにおいて、ベレンガー・リオの軍と衝突した。ベレンガー・リオは、敗北を喫し、デドルフの王位を認めることになった。デドルフ2世が、シュバーベンコー・ブルギャルト2世の軍を阻止するために、ブルグントに滞在しているときに、ベレンガー・リオは、報復を考え、ベローナに再び入った。五千人のハンガリー人に傭兵軍を派遣し、パビアを占領し、デドルフ二世の不在中に、 イタリア王に選ばれるようにした。この際、ハンガリー傭兵は、女子供を含め一般市民の大虐殺を行い、これにより、ベレンガーリオは、多くの家臣に非難され、ベレンガーリオに対する陰謀が企てられることとなった。924年、ベレンガーリオは、ベローナで、ミサの間に背中を刺されて殺された。ベレンガーリオは880年頃、アスティハクスッポーネ2世の娘。 ベルティラと結婚した。ベルティラのおばは皇帝ロドビコ二世のヒエンゲルベルガである。二条を設けた。915年のベルティラの死後、アンナと再婚したが、子供はなかった。アンナは、ルイ三世の娘とも言われている。ありがとうございます。